フォルクスワーゲントゥアレグ。トゥアレグは、フォルクスワーゲンは製造、販売する SUV である。ポルシェと共同開発で誕生し、同社の SUV 開演とはプラットフォームを共有する、姉妹社の関係である。フォルクスワーゲンの高級化を志向していたフェルディナント、ピエヒと SUV のラインナップを絶望していたポルシェとの、思惑が一致した、結果の企画であった。製造は、 スロバキアのフォルクスワーゲンブラチスラバ工場で行われる。2002年発表、発売開始。ディーゼルエンジンの2.5リットル、直列5気筒 TD、3.0リットル、V 型6気筒 TD、5.0リットル、V 型10気筒 TD、ガソリンエンジンの3.2リットル、V 型6気筒、4.2リットル、V 型8気筒のラインナップがあり、日本にはガソリンエンジン使用、 3.2リットル V 型6気筒、4.2リットル V 型8気筒のみが導入されている。2005年には世界限定500台、うち日本への割り当ては100台で、6.0リットル W 型12気筒搭載の W12 スポーツが発売された。なお、この W12 スポーツは日本で販売されるフォルクスワーゲン車として初めて1、0円を超えた。 2006年、フォルクスワーゲン産加のアウディから姉妹車である SUV、アウディ q 7が発売された。2007年には、マイナーチェンジが行われ、ガソリンエンジンは3.2リットル、V 型6気筒が3.6リットル、V 型6気筒 FC、直噴に4.2リットル、V 型8気筒が4.2リットル、V 型8気筒 FC に変更されたほか、 ワッペングリルの採用に加え2300点の部品が更新された。エンジンは V 型6気筒フジの出力が向上した。日本国内に輸入、販売されるモデルにはサイドアンダーミラーが付着され、アウディ Q7 に見られるような保安基準に準拠するカメラやモニターは装備されなかった。マイ08ではカメラ及びバックミラー内蔵式モニターが標準装備となった。 2009年、環境対応技術である、ブルーモーションテクノロジーの下に、プロトタイプの、ドゥアレング V6H ハイブリッドを発表。アウディ S4 などに搭載されている3リットル、V6 スーパーチャージャーのガソリン直噴エンジンと38キロワットの電気モーター、i c n a w 製発足 AT で駆動する。バッテリーは、三洋電気のニッケル、水素充電池を使用。ちなみにセンターデフは、 電子制御の湿式多番クラッチから機械式のトルセンへ変更されている。姉妹車種の開演同様、2010年3月の第80回ジュネーブショーでワールドプレミア。ボディとプラットフォームを新開発とすることで最大で約 200kg の軽量化が図られた上、ICN AW 製発足 AT、レクサス LS 用の改良版を全車に採用するなどして燃費は シリーズ全体で初代比20%ほど向上している。パワーユニットは常実の3リッター V6 スーパーチャージャー付きモーターを組み込んだハイブリッドを筆頭に3.6リットルの V6FC ディーゼルエンジンの V6TD と V8TD の計4種。フォルクスワーゲン社においてハイブリッド仕様が設定されるのはこのトゥアレグが初となる。 ハイブリッドに用いられている電池は、三洋電気製のニッケル、水素充電池で288の電圧で、約 1.7kWh の出力を持つ。4WD システムは、ハイブリッド車は4モーションが、それ以外は、先代と同様に、4スモーション、副変速機付きが採用されている。なお、日本国内では二千十一年一月十九日に、公式発表され、 同年2月17日より販売を開始する。グレード体系は、ハイブリッドと V6 の2グレードで、両グレードとも、平成17年基準排出ガス75%減レベル、認定を取得するとともに、V6 は、平成22年度燃費基準プラス20%を、ハイブリッドは、平成22年度燃費基準プラス25%を、それぞれ達成した。 2012年4月3日に V6 において使用変更を行い JC08 モードに対応同モードでの燃費は 9.8kmL で平成27年度燃費基準プラス10%を達成するなおハイブリッドは平成22年度燃費基準プラス50%達成者となった同年12月4日に一部改良ハイブリッドに 標準装備しているフロントモニタリングシステムフロントアシストに全速域対応の自動ブレーキ機能と時速 30km 未満で先行車両への衝突回避被害系を図る緊急ブレーキ機能を追加しフロントアシストプラス2強化 V6 にもセットオプションのテクノロジーパッケージにて装備可能さらに全車においては ハンドル操作によるステアリング角度などを監視し、ドライバーの疲労や眠気による急ハンドルなど、通常とは異なる運転状況を検知した場合に、メーター内のマルチファクションインジケーターの表示と警告音で休憩を取るよう促し、事故を未然に防ぐドライバー疲労検知システム、ファティーグディテクションシステムを新たに標準装備した。なお、価格は従来型から据え置きとなった。 2014年4月1日に消費税増税及び原材料費の高騰などに伴う生産コストと輸送費の上昇を受けて価格改定を実施し V6 は24.6万円ハイブリッドは35.4万円の大幅値上げを行った2015年2月10日にビッグマイナーチェンジを実施昨今のフォルクスワーゲン社の特徴である 水平基調を強調したデザインを取り入れ、フロントリアサイド部分にクロムパーツをあしらい、ラジエターグリルはセンターの VW マークを中心に四本のクロームモールを水平方向に伸ばし、バイキセノンヘッドライトは LED ポジションライトを内蔵。フロントバンパーに配置した左右及び中央に、エアインテークにはラジエターグリルと同じ三本の水平クロームモールを廃止、視覚的に低く見せるため、 前後バンパーとサイド下部に太めのクロームモールを装着し、フロントのアンダーガードにもクロームモールを装着。フォグランプと18インチアルミホイールは新デザインに変更した。ボディカラーは新色5色を含む8色展開となった。装備面ではハイブリッドに標準装備されていたプリクラッシュブレーキシステム、フロントアシストプラスに加え、マルチコリジョンブレーキ、 アダプティブクルーズコントロール、区を標準装備して安全性能を強化したほか、本車種専用に開発された ETC 機能内蔵型純正 HDD、ナビゲーションシステム RS850、ステアリングヒーター、パークディスタンスコントロール、前後、オプティカルパーキングシステム、アラウンドビューカメラ、エディアビュー、リアビューカメラ、リアアシスト、ステアリングガイド付けも標準装備した。 グレード体系はガソリン車のみとなり、既存の V6 に加え、レーンディパーチャーワーニングシステム、レイナシスト、レーンチェンジアシストシステム、サイドアシスト、レザーコンフォートパワーシート、運転席、助手席、8way、運転席メモリー付け、シートヒーター、運転席、助手席などを追加し、上級仕様 V6 アップグレードパケッジを新設した。 2016年7月19日に一部使用変更。V6 アップグレードパケッジにおいて、ボディカラー、リーフブルーメタリックと、内装、ナチュラルブランレザーの組み合わせを廃止した。ダカールラリーの T2、スーパープロダクションクラスに、2004年から、ラリーレード専用に開発された、マシン、レーストゥアレグで参戦。参戦から4年ほどしか経っていないのにもかかわらず、 トップレベルの三菱、パジェロエボリューションと、熾烈な1、2位争いを繰り広げ、2009年には、ジニール・ドビリエのマシンが、総合優勝、2010万、2011年には3、連覇を達成した。ボディカラーは、パジェロの赤に対抗するかのごとく青としている。スポンサーにレッドブルなどが参加した。しかし、トゥアレグは2011年をもって、ダカールラリー参戦を終了した。 レース・トゥアレグの詳細は下記。アメリカ合衆国の非営利団体は2008年、V 型重機等ディーゼルモデルを最も環境に悪い乗用車のワースト1として発表した。その環境への外役度はスーパーカーのブガッテ・ベイロンや大型 SUV のハマイ H2 を上回るとの評価だった。フォルクスワーゲン車はタイプ183以来ドイツ連邦軍に 自社製品を納入しており、時期更新に備えて、ドイツ連邦軍向けのバージョンとして、トゥアレグ、一代目を母体とした改良型の、四季盛りた目的車用、クラス1を発表し、再び軍用市場に打って出た。同系シリーズと異なり、トゥアレグミリタリー、連邦軍内部の故障は、フェレットヒエムは、車重5 3トンに及び、ファーミントン自動車、 ファーミントンオートモティブ GMBH 社製の頑丈なチャーシーを生かして、拳銃や機関銃などの消火器や地雷などから防護できる走行と隠し火器を車載できるようとなっていた。エンジンは 3.0L の V6TD を搭載し、最大出力 165kW、最高速度時速 160km の性能であった。また、フォルクスワーゲンは、 出力 230kW のより大型のエンジンを搭載したバージョンも用意した。しかし、この車両は最初の試験で連邦軍の要求を満たせなかった。その後、フォルクスワーゲンは2007年11月に選抜手続きから撤退した。車名はアフリカの砂漠民トゥアレグ族に由来する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。